東日本大震災で被災した福島県富岡町。震災当時19歳の大学1年生でした。当時は大学はここじゃなくて会津大学という大学で、アパートで一人暮らしだったんですけど、僕の父が東電で当時働いていて、映画にもなったんですけど、バルブを締めに行く役割みたいな感じで、すごい危険な仕事をしてたので、その時はちょっと生きて帰れないかもしれないみたいなメールをもらって、連絡がなんかその遺書みたいなメールだけだったんで、ちょっとすごい心配はしてましたね。はい、町自体が全町避難みたいな感じで、僕の家族は会津で全員に来たっていう感じで、6畳一間の狭い僕のアパートに家族5人ぐらいで川の字になって寝ました。戻る気はなかったんですよ当時は。でも僕もそういう盛り上げる一員として参加できればいいなっていうのはあって、戻ってきたみたいな感じですね。あれから10年、これから10年。今回は富岡町で写真館を経営する手塚敦則さんにお話を伺いました。撮影スタジオ写真館コススタの経営をしております。家族写真だったり出張撮影だったり、あとコスプレとか撮影したりとかもしてます。手塚さんがこの仕事に就いたきっかけは？きっかけはもともと僕が18ぐらいの時からカメラをやってて、人生の節目節目みたいなところで記念で撮れるっていうのはいい仕事なのかなと思って、あと双葉郡全体で13市町村があって、その地域の中で新しい事業を起業する方になんかちょっと支援をしたいっていう団体がありまして、それに2年前ぐらいに採択されて、何にもこの辺はなくなっちゃったので、新しい事業をでもやってみようかなと思ってこう始めたみたいなのがきっかけです。かつて町にあった写真館にも影響を受けました。写真館の建物を壊すっていう時があって、今は富岡プラスっていう会社になってるんですけど、思い出の場所がなくなってるのかなみたいな感じはありましたね。今は郡山でやってらっしゃって、もう戻ってこないっていうことは聞きました。僕も撮ってもらったことがあって、すごい綺麗に撮ってもらったんで、いい思い出というか、その思いを継げればいいかなっていうのは思ってます。町おこしのためコスプレ撮影にも力を入れています。夜の森桜子ちゃんっていう、夜の森の桜の妖精の、イメージキャラクターみたいな感じですね。元は農家の方の企業と観光協会とか一応弊社とかで新しいイメージキャラクターとして盛り上げてやっていこうみたいな感じでやってますね。それで興味持ってくれたらいいと思いますし、最近アニメとか好きな人も増えてるんで、なんかああいう可愛い感じのキャラクター作っていくのもいいんじゃないかなとは思ってます。手塚さんの10年後の目標とは？10年後ももちろんこのコススタがね、続けていられるようにしたいなと思ってますし、今年撮った子が10年後また来て人生の節目みたいな感じで撮影しに来てくれればいいかなと思ってます。であとなんかコスプレとかもねやってるんで、コスプレの聖地じゃないですけど、撮影するのは止めようかみたいな感じで、ぜひいろんな人が来てくれればいいなって思ってます。町の記憶を残す写真館、東北の未来は明るい